ノールボッテン県は、スウェーデンの県の一つで、略号は BD。県庁所在地は、ルーレオシシ。県の面積は98,249平方キロメートルで、2005年現在の人口は252,585人。スウェーデン最北端の県で、1平方キロメートルあたりの人口密度が3人と、国内最低の県でもある。西の県境で、 隣国ノルウェーと接し、北部及び東部でもう一方の隣国であるフィンランドと接する。南東部ではバルト海の北端を形成する。県の西部はスカンディナビア山脈であり、2000メートル級の山岳地帯となっている。トルネダニなどもその例である。スカンディナビア山脈中には氷河地形が起源のトルネ湖やウッド湖などの湖があり。 それらから流出したトルネ川、ルレ川、ピーテ川などの河川がある。県の北半分は、北極県内に位置し、昼なし市などでは、真夏はついた地中太陽が沈まず、逆に真冬はついた地中太陽が昇らない日が続く。ノールボッテン県の産業のほとんどは、県内の天然資源をもとにした林業や工業で、あるが、最近は、サービス業への従事者が増えている。 工業分野では、キルナで、良質の鉄が産出されており、一眼レフカメラで有名なハッセルブラッドはその鉄を利用して製造されていた。冬の間にはオーロラが見られることが多く、それを目当てにした観光が見受けられる。キルナ郊外のユッカスイエルビは、冬場、すべてが氷で作られたアイスホテルで有名。ルーレオ工科大学が県内のルーレオとピーテオの2カ所に、 キャンパスを持っている。ノールボッテン県には少数民族のサーミ人が住んでおり、サーミ語を母語としている。また、北東県境辺野はフィンランドへの国境と重なるため、フィンランドからの移民も多い。特に国境沿いのハパランダ市は、フィンランドとの交流が盛んである。県内にはフィンランド語やサーミ語をもとに名付けられた、地名が多く見受けられる。 ノールボッテン県には14の市がある。ありがとうございます。